吉根さん、集客に困ってる人が Facebook でダイレクトメッセージを送ってきて、10万円を預けたら100万円になって翌日戻ってきましたみたいなね、そんなメッセージをくれるんですよ。でその人の、プロフィールとかを見に行ったら、やっぱりねそういう投稿一生懸命してるんですよね。寂しいですよね。まあでもそれだけで終わらずにね、その話に乗ったふりをして、私は YouTube チャンネルで1万5000人登録者がいて、でメールマガジンの読者さん1万5000人いますと、こちらの方で宣伝すると大体毎日売れてるんですけども、そこで紹介しましょうかって話をするんですよね。そしたらね、やっぱ態度が変わって、ぜひ同じような、ね、お金を稼ぐことに興味を持ちちゃったら一緒にやりたいですというふうに言ってくださるんで、広告費をくださいというふうに申し上げるんですけどね。だからそのダイレクトメッセージバンバン打ち込む人って、集客力とか信用を作る力がないんですよね。痛々しいなと思います。でさらに信用を落とすようなことをやって、で結局その10万円が100万円になる話ってのはヨタ話なんでしょうけども、実際それが本当にそうある話だとしても受け入れてもらえないですよね。つまり信頼関係作るのが下手だと集客にうまくいってないんで、ダイレクトメッセージでね無作為に送るみたいなことになっちゃうわけですから、足元見られますよね、やっぱりね。まあ、だから NHK の人がね訪問来たら、その人に売るぐらいの気持ちがないと。で NHK の訪問の人も別に NHK のね社員じゃなくって、その下請けとか孫請けの会社の人がノルマに追われて仕方なく来てるんで、で、自分がね非合法なことをしてるのも十分承知ですから、心が痛いわけですよね。そこに、いや私はね即価塾っていうのをやってて、まあ人を稼がしてるんですよ。だから NHK のねそんなお金ぐらい払いますよって、ね、払ってあげるわけです。そんなこと言わなくてもいいね。そうするとそれが印象に残っていて、その NHK の営業がねもう苦痛で辞めた時に、あそういえばあの人のとこ行って話聞いてみようかなってなるわけですよね。で名刺をちゃんと渡してるっていう、まあこれ別に私が特別に思いついたってわけじゃなくて、商売する以上そのぐらいのことをね考えてもいいんじゃないかなと思うんですけど、だって向こうから来てくれてる人を断って、一体誰を欲しがってるのかなってところなんですよ。もう向こうから来てくれてるわけでしょね、呼んでも来てくれない人に対して追っかけてるのは Facebook のダイレクトメッセージと同じようなもんだと思うんですよ。ということで、いってらっしゃい。